はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画476回目は2022年発売バイスクルイリューサリウムです。バイスクルイリューサリウムはキックスターターのクラウドファンディングで、クリエイターがエリートマジック、おそらくエリートプレイングカードだと思います。で、イリューサリウムという言葉自体はなくて、調べるとイリューサリーという言葉があって、その後にリウムとあったのでイリューサリウムで合ってるとは思います。で、説明欄の方にバイスクルシュルレアリスムの、名前が出ていたので、ほぼそっくりくらいのテイストなので、それの流れを組むデザインだと思うんですが、シュルレアリスムの方はリフルシャッフルプレインカードから発売しているので、メーカーの方が違うメーカーなので、表記の方はね、抑えめにしてあるんだと思います。で、こちらの方どこの欄を見てもデザイナーの欄が全くないんですが、このテイストとデザインからしてシュルレアリスムと同じオマール・アキルというデザイナーだとは思います。で、こちらの、イリューサリウムなんですが、下の段をちょっと見ていきましょう。これスタンダードエディションなんですが、プラチナムゴールドエディション、ゴールドギルテッドバージョンがあって、その下見るとルビーエディション、こちらの方がメタリックレッドのギルテッド、そしてその下にさらにダイヤモンドエディションのプラチナ色のギルテッドがあって、さらに24金のゴールドメダルもあるらしいです。これ高そうですよね。さらに2個入る化粧箱入りのラグジュアリーエディションというのがあるみたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルデューサリウム、メカメカしい 3D デザインはシュルレアリスム、ほぼほぼ同じ感じのテイストでは作られてますね。まあ、ただ若干違いはあるんですが、おそらくデザイナーの人同じだと思うんですよね。で、その後にね、この続編でディープフォレストというのが出て、こちらも 3D テイストのメカデザインになっています。こちらはアニマルとかね、森に出てくる動物デザインみたいですね。横面はエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側はザ・ユナイテッド・ステイツ・プレインカード・カンパニー、上面はデザインのみ、クロージャーシーの方はなしで、これね、シリアルナンバーとかあるものはないんですが、3500個限定生産です。で、バック面も 3D デザインなんですが、で、横も縦も上下左右あるので、完全に天地がある状態です。で、下は2021とあるんですが、日本では2022年発売、 USB-CC のアランガー KY 製で、バーコードに見立てた 3D デザインですね。それでは開封したいと思います。クロージャーシールがないので、そのまま開けます。はい、シフラップの方にもデザインがあり、横フラップもマークが入っています。一面は完全に真っ白ですね。はい、中身真っ白。で、バックデザインは全然違いますね。中身の方はかなりかっこよくて、上下左右対称、ちゃんとなってます。1枚目がブランクフェイス。2枚目はダブルバック。それでは表面いきます。ジョーカーの方も 3D デザインの感じになっていて、海洋生物かな、もしかして何かの生物ではある感じの作りになっています。上下はこの感じですかね。箱目にあったスペードのエースの機械っていうかメカデザインですね。黒色のマークはゴールドで表現されていて、光沢がある感じですよね。で、裏のボーダーもそうですと、背景ブラックでブラックのボーダーという感じです。で、札のカードも 3D デザインで枠線はなしの感じですね。この辺もシルレアリスム同じだったかな、ちょっとだいぶ前なんで覚えてないんですが、後で見てみましょう。で、赤は赤色なんですね、ダイヤですね。ダイヤの絵札、もしかしてデザインは共通なのかな、色違いで共通みたいですね。同じで
色が違うだけみたいです。クラブもマークだけですね。同じデザインの絵札になっています。でクラブのエース、ハートのカードに入ります。でハートのエース、2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードの方が2枚分厚みがあるので2枚分薄いです。スペインの方は高品質、弾力の方は両面柔らかいです。少し浮きがあってパッと取れるぐらいの反りはあります。それではファロー入れてみます。入っていかないのでフェース側からいきます。はい、こちら側からスッと入るのでボタンカット仕様ですね。で黒ボーダーなんですが、かなり細めのボーダーで一応のところデザインが出やすくはなってるみたいです。それではシュルレアリスムとディープフォレストと比べてみたいと思います。まずはイリュッサリウム、シュルレアリスム、ディープフォレスト。バック面の方はシュルレアリスムとディープフォレストはボーダーなしで、入り口までのデザインでボーダーを表現。こちらの方は端っこ一応区切りがあってボーダーみたいな感じにはなってるっていう感じですね。で共通するのは 3D のメカデザインっていう感じですかね。でジョーカーの方は、簡単にジョーカーと書いてて、こちらの方は文字類が何もない仕様で、それぞれのスペードのエース、あこれは結構似た感じがしますね。テイスト的にそれぞれの数字のカードのマークですね。こっちは完全になんかメタリックなんですよ。こっちはちょっと遊びがあるかな。あとはそれぞれの絵札のカードのテイストですけど、ここ見るとやっぱりデザイナーが違うかもしれないですね。はい、というわけで一応のところこれデザインを参考にしたとかオマージュされたという感じなのかもしれないです。はい、バイスクルイリュッサリウムを開封しました。中身の方シュルレアリスムとかと比べてみたんですが、テイストが結構違っていて、共通する部分は 3D デザインのメカニックデザインっていうところ、だけみたいですね。なのでもしかしたらデザイナーさんは、まあ表示もないですし違うとは思います。まあメーカー自体が違う感じですね。マジックカードブラックのカードで表面ブランクフェイスの方が白いっていうのはちょっと使いづらい気はします。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードにも2枚分薄いので薄い、モダンカット仕様の高品質、エリートマジックとのメーカーコラボ、 3D メカニックデザインのコンセプトデザイン、一応のところもう売り切れてるショップとかもちらほらあるのですぐにレアレックになってしまうかもしれないです。で3500個限定生産の数量限定です。バイスクルイリュッサリウムでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。